これまでのアンティルドーンっていうのもこれが最後かもな。もうやめてくれ、それはもうええやろ。もうマイク、ケーブルカーの鍵はないのよ。ジョッシュなら持ってるはずだ。いない、遅すぎたんだ。静かに。炭鉱の中に連れ込んだのかも。待て、動くな。マット、ええやつやったのに。おい、嘘だろ、何なんだよ。鍵を取ってくる、奴らの寝室からな。そしたらみんなでここを脱出しよう。いいぞ、いいぞ、さあ、ほら行こう。逃げろ。ああ、よかった。化け物の罪かを探すとするか。口ポコポコ言わしてる。あれ、どんどんおかしくなっていってる。今まで行ってきたセッションの全てが無意味に思えてきたよ。私の言うことを聞かなかったおかげで、ほぼ骨や。このざまだ。私はもう行くよ、女子。落とされた場所や。そのわがままで、実に愚かな思考で、想像しうる恐怖よりもひどいものがこの世にあるということを、いい加減君は学ぶべきだ。あれだけたくさんの人々に愛されて支えられていたのに、君は自らみんなを押しやってしまったんだよ。残っているのは孤独だけさ。だがその孤独もそう長くはないかもしれないがね。孤独もすぐに終わるはずだ。深呼吸だ、ジョッシュ。深呼吸だよ。この先生のこと怖かったんかもな、もともと。よせ、やめろ。生きてた。よせ、よせ、ダメだ。よせ、よせ、よせ、ダメだ。二度とごめんだ。来るな、来るな。ああ、俺に近づくな。いや、お前は死んでる。悪いな。死んでるんだ。去年の黙れ。そんな、お前は死んでる。まだだよ。怖い。僕たちも手遊んだ。あいつらきっと気に入るぞ。楽しく過ごしたい。お前に命令されてたまるか。俺はお前の指図を受けない。もうこれからは指図なんか受けないぞ。どうやら自覚にいるだろう。分かった。自覚なかったらもう全く分かんない。信じるって、信じるよ。お前を信じるって結局誰のこと。てるけど。うわあ！違う違う。お前は存在しない。二人きりだったの。ああ、やめろ。ああ。やめてくれ、やめてくれ。やばいな、精神がおかしくなってるから。でもそれに加えてさ。ウェンディゴはほんまにおるわけで。ああ、今はあなたも一緒、家族でしょ。俺に近づくな。あっち行け。どうして助けてくれなかったの。どうして見殺しにしたの。見殺しになって本当だ。ああ、これはまあ、これは助手かわいそうや。
豚や。これは、ああもう嫌や。ああ、顎の先端をパンチ。脳が揺れるから。ああ、臓物は怖い。臓物は気持ち悪い。頼む、やめてくれ。よっしゃ。ああ、もう差し損けない。やめろ。やめろ。何をしてるんだ。ほっといてくれ。なんでこんなこと。どうして助けてくれなかったの。どうして見殺しにしたの。これはほんまちゃうんか、大丈夫か。信じられない。やばいやばい、ジョッシュを助けてやらない。ああ、多分作業員だ。療養所で働いてた人かも。ここでは変なことがありすぎて、もう何があっても驚かないな。変なことって。誰かがウェンディゴを捕まえてた。奴らを縛りつけてたんだ。かなりひどいものを見たよ。嘘。療養所の爆破で話がいたな。最高。倒せてないか。外を走り回ることになってんのか。とりあえず、あ、ちょっとサムのケツも照らさな。ああ、水車。あ、操作してるのサムやった。俺マイクを操作してるつもりやったのに、マイクのライトの角度をなんとか動かそうとしとったのに逆やった。手が、あ、白か。希望。俺多分このゲームもほんまに終わるまで幸運のトーテムのことずっと希望のトーテムって言うんやろうな。燃えてる家にジョッシュが帰ってきてたな。多分あのダボダボの服はそうやな。それが幸運。ちょっと待ってよ。これ見て大丈夫。分かった。ちょっと待って、入らん方がいいんちゃう。さあ、大丈夫だ。本当に生きてるだろ。本当に生きてんの。ちょっと待って、入らん方がいいんちゃう。指の感覚がない。大丈夫か。これってさ、じゃあどれや、忘れた。導き。これと合ってなくないか。あ、上がれる。あ、よかった。よかった。濡れ損。いや、水車じゃない。水車よりちょっと離れたとこから、よじ登ってるように見えるから。もしかしてあれって。マジか、墓に見えるな。あ、何にしろ腕時計です。一応手に入れるんや。マイク、これベスのだ。ベスの時計。見せてみろ。金持ってんな。見て。名前彫られて。墓標の跡がここに埋められたのか。誰が掘り起こしたの。掘り起こした。とにかく行こう。
入る前の表情がいいな。もう冷たさを知っててそれでも行こうとするあの表情な。水車のもっとこの左側から登ってた。お、なんやこれ。大丈夫かな、違う道かなこれ。まさかこれはハンナの地だ。なんやなんや、妹が死んだ。ああ誰かが助けに来るはず。こんなにお腹が空いたことはない。うわ、レスの上着を借りた。まだ私を守ってくれてるんだね。嫌な予感がする。ベス、ごめんね。これしかないの。私が生きていくにはこれしか。もし誰かがこれを見つけたら、ごめんなさい。仕方なかったの。どういうことだ。まさか。二人は仲良しってことや。なんだか強くなった気がする。もう、うわ、信じられない。そういうことなの。多分ハンナがベスを掘り起こしたハンナだった。いや、それはマイケル。馬鹿げてる。マイク、それしかないって。それなら説明がつくでしょ。ベスは落ちて死んだんだ。それが何だってんだ。ハンナがベスを埋めたの。マジかよ。おい、マジかよ。ハンナはここにいた。俺は信じないぞ。ハンナは飢えてたはず。飢えで苦しんでいた。嘘だ。上司を見つけないと。今すぐ。やばいなぁ、やばいなぁ。このこっから進んだ場合、あの導きの進めへんのかい。導きの通りの場所に行くんかと思ったけど、そんな心配なかった。この入る前の顔。掘り起こして食ったんやな。そうするしかなかったんやから。あれ、これどうなるんや。あ、違う、それか。それやったんか。なんか落ちてたと思った。ああ、ごめん、冷たいよな。さあ、上がろうか。マイク。あっちの扉になんかあるのはわかるけど、導き的に。あれ、いけへんな。あのトーテムの映像に踊らされすぎてる。結局行くしかないんやな。よいしょ。うわー、手が青くなってない。冷たくなっちゃった。
おい、あれ、え、ジェスだ。ジェスの死体が、おい、おい、今、ああ死体が確かにないよ、見えへん。畜生、そんな、泣きそうだ。待て待て、もうちょっと待て、何か見えたぞ。やだやだ、おお、ダメだダメだ、ジョッシュ、お前に指図は受けないんだ。ジョッシュ、なんで若干のデブキャラみたいになってんの。お前に指図は受けないんだ。二重人格かな。てるんじゃねえか。ジョッシュ、マイク、おう、ジョッシュ、しっかりしろ。ぶたないで、ぶたないでくれ、頼む。しょうがなかったんだ、行っちまってただろ。正気に戻らないのかと。ジョッシュ、ハンナはここで何週間も、いや、何ヶ月もベスを掘り起こした。サム、マイク、ほら、さっさとここを出よう。ジョッシュ、あなたケーブルカーの鍵持ってる？ああ、持ってる。ああ、よかった。あれが見える。あそこへ行けば脱出できる。行こう。でもオールでな。ハンナかどうかは分からんけど。女子があそこまで登るのは無理だ。じゃあ手伝って、私が戻ってみんなに知らせてくる。ああ、そうだな。女子と来た道を戻ってきて、ロッジで会いましょう。気をつけろ。あなたもね。え、ここ登るの？よし、行こうぜ、クソッタン野郎。あれ？あー、ジョッシュか。あれ？真っ暗。あれ？ん？あ、なんや、なんや。あんなに強く殴らなくてよかったのに。いや、さっきはマジで悪かった。ジェスを殺したと思って。間違ってた。結局トーテムの導きと違うルートで上がっていってるけど大丈夫かな。暗転バグそんなこと。あ、おおうんの、幸運ってちゃんと言えたわ。成長した、成長したぞ。ああ、成長した。違う。めっちゃ不運なやつ見てた今。動かずにやり過ごしてるってことかな。サムがな。そんなもんどうせ画面に動くなって出てきて動かんようにするけどな。あーでもだから逃げる、じっとするみたいな選択肢が出るんかもね。さあ、もうゲーム内では朝6時になってるみたいやからもう終わるやろ。頼むって誰何やねん。もうそんなこと、見殺しになって
あーまだ妹たちの幻を見てる。分かった、その分かったっていうのやめろよ。もう怖い。中におるでな。うわ大丈夫か。ムービー来た、怖い。怖いよ。いやもうジョーズみたいな音出してるやん。頑張れ頑張れ、もうこうなったら頑張れ、こうなったら。ああああ、お前は現実じゃない。現実やねんな。あーあんなや。あんなや。やめろ。うわ。でもハンナはマイクのことが好きやから。ワンチャン、ワンチャンあるかもしれん。勇気出せマイク。別のルート。いや時間制限マジで、これほんま怖い。ああもう少し。あれでもこれじゃ導きと違うんやけどな。ああやばい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 。気もない。やばいやばいやばい。こんなとこで普通にばったり出会って、あちょっと待てよ、なんかあったよな、なんかなかったっけ。でもこれ押す前にちょっとぐらいプレビューしてくれへんかな。どれやったか思い出せ。あー怖。背景が丸太。家の近くまで行って出会いそうやな。だから家の近く行く前に何か見つけとかんとやばい気するよな。ちょっと探索した方がいいかな。でもこう探索しようとすることによって出会うかもしれんしな。もうま分からへんからもう。回ってきた。これら一緒か。じゃあなんやねんこれ。あ、自分の足跡が残ってるから。
かりやすいな。何もない、何もない、ただただ道が分かれてただけ。結構生き残ってるよな。でも思っ怖い、思ってたより結構生き残ってると思うよこれ。飛び降りるなんて迂回するやろこんな。もうなんか別に大丈夫かって思ってるやん。もう水に入るの麻痺してもうてるわ。迂回やろこんなもん。いやもうおかしいって。早く陸に上がりたくなる気持ちを抑えて、もうそんなんじゃ俺声上げへんから。よし、ふう、出たこの音。いやほんまこの音嫌。大丈夫かこれ。何の武器もない。いやいや。いやいや、だってだって何にもない。さっきの水、ちょっと水のとこもうちょっと探索しようかな。戻れん。行くしかない。はあ、あのジーパンを干してるみたいなやつ、ロッジ近いな。動くながほんまむずいねんな。あ、ジョシュ監禁してたとこか。気もないのに。もう。キューティー。ハイバーオリンピック。ねえ、ねえ、ねえ、開けてってば。そらこんなとこおらへんもん。Oh!
お前なんで来てん、ジョッシュは。ひどい傷。ここにいたらもっとひどい目に遭う。急ごう。はあ、え？あ、割って入るってこと？ジョッシュ。ジョッシュは、はあ、奴らに信じられない、ひどい死に方。やばい。え？明るくしたら？これからどうする？地下を調べてみよう。まだ誰かいるかも。なんでつけたらあかんねん。ジョッシュ置いてきたんかいな。地下を調べてみようって言われたけど、ちょっと待って、なんかこういうこういう布のかかった椅子がいっぱいあったと思うねんな。さすがにこの マイクは俺は偽物じゃないと思うけどな。指にも包帯巻いてるし。あ、奥に立ってるね、誰か。うん。そうそう、その服装の真似はできへんやろ。多分この1階で出会ってるけどな、あの映像では。怖っ。メッセージはありません。あれや、なんか知らんけど、もう寂しいから。うわ、怖えわ。1階で何か起こると思うよな。いや違うか、もう地下目指すか。いや、いいわ。上、わからん、わからん、全く意味ないかもしれんけど。怖いな、怖いな。怖いな。あ、怖いな。怖いな。さっさと地下行こうかな。なんもないか。うわ、怖いわ。はあ、でももう外だいぶ明るいな。頭のライトいらんことないかも。いつまでつけてんのよ。大事な時に使えへんよ。使えへんようなるでな。
風呂でーす。なんで？びっくりした。お、ああ、いたわ。地下行くか。会話したらちょっとぐらいこういう時さ、あー怖いな、急に来そうやな。おっと、あーっぽいわ。あーここや、もうここや、違う、うん、生き延びる確率はどのぐらい？適当に言ってもた。考えないようにしてる。早く逃げて。ここから出るんだ。さあほら行って。逃げるのよ。逃げる。走れ。ちょっと待って、どこまで行って、どこまで行ってからじっとするんや。動くな。よし、オッケー。びっくりとも動くなよ。オッケもう喋られへんな、これ。うわ、共食いしてるわ。強っ。あ、ガス。やばい。あ、そうか、でも、それで建物燃やすんや。なるほど。わあ、うわあ、ああ。マイクを救うんか、マイクを救うんか、え、マイクを救うべきじゃないか今、マイクを救うべき、マイクを救うべきやろ、マイクを救うべきやって。あー、え、みんな、え、嘘、え、嘘、嘘、嘘、てかマイク以外のみんなもな。お、マジか。おい、もう見つけたわ。建物は完全に破壊されています。どうぞ。待って、あはは、目標を確認したわ。うっそやー。迎えに行きましょう。クリス・サムエンド。
うわ、マジか。くっそー。もう終わった。あそこでマイクを救う？マジか。まあでもほぼ全員生存したということでね。最後みんな一気に死んだな。最後のやり直しがどこからできる？ある男の人が、なんて言えばいいかわからないけど、はじめ彼につけ回されていると思ったのね。他に同じように思った子はいたの？ああ、もちろん。友達が彼を殺した可能性は？え？いや、あなたは何も分かってないな。そうじゃなく、彼に襲われたら、彼は僕を助けて僕の目の前で死んだ。彼とは親しかった。みんなこうやって喋るんか。妹たちが行方不明になった後もよく話して、自分を理解してるのは君だけだって。私たち気が合うなって思ったのに。誰かに相談したいのなら大丈夫。ショックを受けるとたまに。ジョッシュを大丈夫だって。もうマイクが見捨ててしまったのはそれまでの私のせいで。マイクがじっとしてるはずだったのに。選択肢のせいかな。動いたの。助けてくれたのに私のせいで死んだの。お願い聞いて。信じてくれなくたって別にいい。サムめっちゃ喋るやん。どうせ信じる。あの炭鉱に入ればね。炭鉱には何があるんだ？私はあそこで見たの。忘れられるなら何でもする。スキップ。スキップ。何？ああ、なってもてるやん。ジョッシュが。もう真っ暗や。真っ暗や。見えへんよ。生存者を確認した。確認できへんよ。生存者は1名、繰り返す。あれは？また来るな！おい、やめろ！来るな！なるほどな。いやー、最後惜しかったな。最後だけちょっとやり直したいな。やるか。最後だけ。最後だけやるか。孤独もすぐに終わるはずだ。深呼吸だ、ジョッシュ。深呼吸や。深呼吸だよ。はーい。やめろ、やめろ、来るな！俺に近づくな！信じられない、あれが人だったなんて。じゃあもうここはもう、じゃあ完全にネタバレしてもらってもいいので。ここでは変なことがありすぎて、マイクを助けるってなった時、変なことって、あの時も動いたらダメだった。ウェンディゴを捕まえてた。あの時でも、じゃあマイクは自力で何とかしたってこと？かなりひどいものを見たよ。嘘。療養所の爆破で話し飼いだな。最高。ほんまに知ってる人だけ教えて。じゃあここは、あそこはやっぱ助けるべきなんや。そっか、ありがとう。地下で鍵をかけてマイクを助ける。
ケーオッケー、じゃあ。おい、マジかよ。ハンナはここにいた。まあ、クイックセーブはまあ、そう、まあ、プレイする側としては欲しいけど、でも実際あったら、あかんのやろうなとは思うね、このゲーム。おい。誰が死のうが最後まで続くよっていう作りが他と違うとこやから。ただまあ一回見たシーンのスキップはさせてほしいよな。あとは普通にQTE の難易度調整させてあげた方がええと思うな。俺は大体成功できてるけど、これ厳しいと思う。普通に考えて、あんまりゲームしてない人とかにしたら。ジェスなんだな。お前がそう言うんだったらジェスなんだな。それは。今、ああ、死体が、ああ、確かにある。これはでもほんまに、畜生。そんな。そうだ、もうちょっと、おい、あんた、待て、もうちょっと、待て、何か見えたぞ。じっとするの、ほんま、じっとし、動くなはほんま面白いな。喋られへんようになるけど。そのこと、見殺しになって。完璧に止まるのなんて、そうそうでけへんからね、ラーメンとかさ、食べ物が出てくるテレビ番組とかでも、その、麺を持ち上げてさ、足で麺を持ち上げて止まってる映像あるけど、プル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 ってしてるもんね。確実に。まあ、血が流れてるからな、人間は。お前は、現実じゃない、存在しない。頭にボルトみたいな埋め込まれてないか。いやー、一回エンディング見たんですけども、最後の最後ですごいでっかいミスをしちゃったようなので、そこだけモヤモヤしてるので、もう答えを教えてもらってやり直すところでございます。ドリフてん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 、いや、ほんまにみんなもでもって倒れたもんなもうってい。やでも、ほんまにクリアするまで選択肢に関しては一切もうふざけずにやったからね。ゲームは、俺ゲームは真面目にやるからよいしょ。なんか制限時間付きで選択を迫られ続けるの
怖いわ。今までやってきたゲームで味わったことないなんか感覚や。心臓に悪い。やばい。振りが効いてたな。どうする。地下を調べてみよう。まだ誰かいるかも。よし、まあ、ここでうろうろしてた時間もさっきはあったから、よし、扉を閉めてマイクを助ける。もうあの動くのの時だけもう心臓止まれ。よし、うん、生き延びる確率はどのぐらい？考えないようにしてる。早く逃げて。ここから出るんだ。さあほら行って。逃げるのよ。逃げて。走れ。扉鍵を閉める。そんな頑張ったな。頑張った。そこはよく頑張った。そうか、これでちょっと時間が稼げてるから。あの状況で踏み込んで鍵閉めたのは偉い。絶対動くな。全然逃げてなかったやんけあいつら。びっくりとも。命がけで鍵閉めたのに。よし、判断めっちゃ出たな。そしてめっちゃ強い。これが判断やな。マイクを救え。ねえ。なるほど。まだ残ってるな一人。隠れるの？動かへん？隠れる。あの頭のあれなんやねん。よしよし、あとマイクも出てからやな。声でビビらして動かそうとしてるよな。はあ、まだ隠れるやな。
よっしゃ。よし、行け。最後やばかった。最後ちょっと淵まで行ってた。確かにこのバギャってなってるから、ベスの方はもう死んでたんやな。マットをどうやったら生かせられたのか全くわからなかった。ジェスは急ぐ必要があったんやな。ある男の人が、なんて言えばいいかわからないけど。初め彼につけ回されていると思ったのね。他に同じように思った子はいたの。ああ、もちろん。友達が彼を殺した可能性は？え？いや、あなたは何も分かってないな。そうじゃなく、彼に襲われたら。彼は僕を助けて、僕の目の前で死んだ。はあ、声がしたの。ジェスのね、あそこに何でいたかは分からない。あ、生きてる。でも絶対に聞いたの。あそこよういかんかった。えらい。私に銃を突きつけたの。私の顔の目の前に。その話はもうええやん。危うく撃たれるところだったわ。その話はもうええやん。付き合ってたし、彼のことは知ってるって思ってたのに、あんな最低な男だったなんて。正気を失ってた。俺たちをいたぶって。だからジェスを襲ったのはあいつだと思ったんだ。彼とは親しかった。妹たちが行方不明になった後もよく話して、うん、自分を理解してるのは君だけだって。私たち怪我していったりあざできていったりしてるのも具合やな。大丈夫。ショックを受けるとたまに精神的な。大丈夫だって。私彼を刺して逃げようとしたんだけど、知らなかったの。本当に知らなかった。知らなかった？誰を刺したの？そういえば殺人鬼を刺したのよ。ジョッシュだって知らなくて。でも彼が殺人鬼だったなんて見抜けるはずないよね。ハサミ刺したのにあんまり痛がってなかったよな。マットのことだけど、彼見つかった？いや、まだだ。彼死んだのね。そうでしょ。肝心ぐらいにおかしくなってたんかもな。ああ、いえ違うの。いえ、ただ、私って本当ひどい女。彼を助けることができたのに、できたはずだったのに。俺が遅すぎた。ああ。ほんの一瞬の差だった。俺をじゃあ。もう少し俺が早かったら。次の反省に。彼女を救えた。ってことやな。助けられた。俺のせいだ。ジェスは俺のせいで。お願い聞いて。信じてくれなくたって別にいい。どうでもいいの。どうせ信じる。あの炭鉱に入ればね。炭鉱には何がある？私はあそこで見たの。忘れられるなら何でもする。スキップ。ということで、アンティルドーンやってきましたけども。
まあ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 、まあ、最後に生存者は1名、繰り返す。最後にね、ちょっとミスってしまったけども、かなり成績良かったんじゃないでしょうか。成績って、人が死んでんねんで。よしよしよし、惨劇の末に生き延びた、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 生き延びた。こういう感じか。ヨッシュは生き延びたが怪物に変貌した。なるほど。いやー、まあまあまあ、結構頑張ったねえ。うん、よう頑張ったわ。うんうん。ねえ。ほら、笑ってる。まあ、謎はちょっとあるけどね。どういうことやったんかな。結局、恐ろしいのは、ウェンディオだけやったということや。うん。他のなんかもう、家の中歩いてた お化けとか、丸の子で、ちょん切られたとか、そういうのはもう全部ドッキリで。よし。じゃあ全員生存ルートの動画、YouTube で探してみます。ボーナスコンテンツ？いやー、それはもう、いや、とりあえず閉めましょう。ということで。アンティルドン、でございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ではでは。